ソウル交通公社7号線は、大韓民国系機道義政府市にある、長岩駅から、陰ン港域市西区にある、石南駅を結ぶ、ソウル交通公社が運営する、鉄道路線である。ラインカラーはオリーブ色。単独で首都圏、電鉄7号線を構成する。旧ソウル特別首都市鉄道公社運営路線。韓国では、ソウル地下鉄7号線と呼ばれている。なお、 路線の保有は長岩駅温水駅間がソウル特別市だが温水駅異性は所在地により富川市インチョン港域市となっている。そのため温水駅二位楽町駅間では首都圏電鉄のソウル専用定期券は使用できない。ソウル特別市の旧来からの中心部を全く通らない路線。しかし近年発展した江南地区を通り、 ソウルと新川のすべての地下鉄や複数の首都圏電鉄路線をデルタ上に結んでいるため利便性は高い。2012年、ソウル特別市街の富川市を通って、インチョン広域市の富大楽町駅まで延伸され、インチョン広域市東部から湖南方面へのアクセスが向上した。富大楽町駅から石南駅までの延伸区間は2021年5月22日に開通。 今後、青羅国際都市駅までの延伸が予定されている。市街地の区間は、平日ラッシュ時は最短2分30秒間隔、平日ピルマは6分間隔、と休日ピルマは6分間隔で運転。長岩側は列車の約3分の2は、道峰山止まりとなり、残りの瓶のみ長岩まで運行される。石南側は約半数が、温水止まりとなり、 残りの便のみ積南まで運行される。全区間を通しで運行する列車は少ない。終電の時間帯には途中駅止まりの列車も運行される。ありがとうございます。